いちごのお家いちごのおうちは、東京都大田区田園町府二丁目にあったサンリオの直轄運営によるソーシャルコミュニケーション型店舗の名称。サンリオのキャラクターボタンノーズが住むいちごのおうちを再現した外観。1970年代の後半から1980年代の初頭にかけてサンリオは次世代の新規事業と、 ソーシャルコミュニケーション事業を模索する中で広く開かれたソーシャルコミュニケーションのあり方を考えサンリオ創業者である辻慎太郎自身がサンリオファンの集いの場とモデル店舗、ショールームを兼ねた場所として店舗を提供したいといった構想が結実したのが一後のうちだった。この建物はアメリカのサンリオファンの声を受けて企画検討されたものでもあった。 高額な建設費用や丸い形の建物は古くから店舗には向かないという反対意見もあったが創業者による上舌した建物の必要性の説得や強い熱意により反対していた人も賛成に同意し、いちごのお家が建設されることとなった。建物外観はボタンノーズの作者の広瀬氏がデザインし、思考は竹中工務店が行った。外壁は イタリア製のタイルバリで、ドーム型の建築物は当時として珍しかった。オープン当初のコンセプトは、ナウナヤングにも人気のイチゴのお家、誕生でハイターゲットを主眼とした店舗開設で、同店舗から約50メートル離れた場所には、イチゴのお家と同日にオープンした、ローターゲット向け店舗、積木のお家も開設されていた。 いちごのうちは1983年12月1日に開店。1986年3月、いちごのお家記念カードが発行された。1986年5月24日、フィリピン元大統領のコラソン・アキノの娘のクリス・アキノが来日した際に同店を訪問、世界一可愛いおうちと絶賛した。まもなく、店が取り壊される予定であることを知ると、 今度日本に来る時に亡くなっていたらとても寂しいと、憂いていた。途中の歴史経緯の中で閉店を計画したが、ファンからの要望に応える形で存続。建物の老朽化により2011年12月25日に閉店した。2012年2月に解体工事が開始され、同年4月に同施設、店舗は撤去され、さらちになり、跡地は一般のマンション用地となった。 以上、出展は、商店会1984年2月号、及び、7 0 s 8 0 s 産両のデザイン174から176ページ。ありがとうございます。